世界文化遺産への登録が決まった佐渡の金山。佐渡市の相川地区では鉱山祭りが開かれ、会場はお祝いムードに包まれました。金山の採掘に関わった人たちへのねぎらいと地域の繁栄を願う鉱山祭り。今年は佐渡の金山の世界遺産登録が決まった27日から2日間にわたって行われました。抑揚のある歌声で披露されたのは金山節です。金山の歩みが歌い上げられ、世界遺産登録のお祝いムードを盛り上げました。ようやく世界遺産になったので、感動したなと思いました。心の底からおめでとうございますと言えるなというふうに。その後、海岸では花火も打ち上げられ、会場はお祝いムードに包まれました。